2月23日の宇野塾通信をお送りしてします。国境問題でバイデンが選挙を失う可能性、今日5日目ですね。トランプを政権から引き離すために民主党は移民政策で提案する必要がある。今日5日目です。この最初のテストに合格した移民は通常何年も先の裁判の日を待って釈放される。審理を待つ平均期間は4年以上である。上訴はさらに遅れに拍車をかける。民主党は申請を処理する職員を増員し、滞留案件を迅速に処理する裁判官を増員するための資金を望んでいる。それも一理ある。取引は成立するはずだ。しかし各党は相手の動機に不信感を抱いている。共和党は移民法の施行を信頼できない政権にこれ以上の予算は出さないという。その代わりに国土安全保障長官を弾劾しようとしている。民主党は入国してくる家族を無期限に拘束できるといった共和党の要求を見て交渉は失敗するように仕掛けられており、バイデンに対する武器に他ならないと結論づける。両党とも交渉よりも選挙戦を選ぶ公算が大きい。多数を忘れるな。それはバイデンを心配させる。ミシガン側からの取材によれば、トランプが勝つと信じれば大統領就任前にさらに多くの人々がアメリカへの入国を試みるだろう。安全でない国境は合法的移民への支持を弱め、制限主義政党を後押しする。移民問題はトランプをホワイトハウスに呼び戻し、そこからアメリカを1951年の難民条約から引き離し崩壊させるかもしれない。バイデンは共和党のハッタリを交わし袖をまくって国境問題の解決に乗り出すべきだ。それが正しいことであり、彼の前途を助けることにもなる。ということで、昨日話しましたように、面接に合格した移民というのはその裁判を待って平均4年以上かかるんですね。待ってる期間が。でさらに上告すればさらに時間がかかるということで、実際にその申請を処理する職員を増員して、予算を増やそうということを考えているわけですね。でご存じのように民主党と共和党とお互いの不信感の塊なんで、お互いの政策に対して批判し合っているわけですけれども、共和党自身は移民に対してはかなり厳格に対応しようというふうなことをもともと考えているわけですね。で今まで民主党も民主党についてはその実際にその移民の受け入れを自由にやってきたわけですけれども、そうは言ってもですね、無制限に受け入れるってことについては考えを改めて考え直しているようですけれども、トランプが大統領になってしまうとですね、移民問題ってさらに厳格になってしまうので、現在トランプのになる前にですね、アメリカに多くの移民を希望する人が押し寄せるだろうということはここで言ってますね。ただその移民問題についてはやっぱりバイデンはきちんともっと将来のことを考えて対応するべきだというふうなことをここでは言っているんですね。